お話の前に本日の会場であるパシフィコ横浜についてご紹介します。パシフィコ横浜はここみなとみらい21地区に位置し、国立大ホール、会議センター、展示ホール、ホテルなどからなる世界最大級の複合コンベンションセンターです。去年3月には要人へのセキュリティ機能の強化や IT 化、バリアフリー化などを進め、会議センターをリニューアルオープンいたしました。横浜市は成長戦略の一つとして国際的なマイス都市の実現を掲げています。中大型の国際会議を軸にマイス全般の誘致を行うことにより、国内外からより一層大勢の人が横浜を訪れるようになります。パシフィコ横浜はその中心となる施設です。去年11月にはこのパシフィコ横浜を舞台に APEC の首脳会議などが開催されました。今年も2月に開催されるカメラと写真映像の情報発信イベント CP プラス2011や、7月の日本国際切手展2011、8月の第44回バンコク外科学会など、さまざまな国際会議やイベントなどが開催される予定です。